さて始めましょうか。エニグマティス、メイプルクリークの悪魔、続きです。ちょっと古いタイプなんで、なんでかしら物探しが多いです。これよりちょっと前になるとストーリーとかロケーションとかあまりなくて、本当物探しばっかりっていう感じのが多かったんですよね。でここら辺あたりから多少ストーリーとかロケーションが増えて、他ミニゲームもちょこちょこ出てきたりするんですけど、まだまだやっぱり物探しの多いタイプの時代のものです。これエニグマで覚えてるもんですけど、エニグマティスですね。奇妙なものとか、そういう意味でしょうけど、あ、ごめんなさい、喋る前にオレンジジュース、朝日の特濃オレンジスカッシュというのをガブ飲みしたんで、なんとなくゲップが出てしまう。情けない、申し訳ない、お恥ずかしいことで、年取るとだんだん出てくるものを我慢できなくなるんです。出すものを我慢できなくなるんですよね、いろんな意味でね。ちょっと若い頃とは違った意味で出すものは出るものもしょうがないなっていくもんです。今でこそね、もう、性別とかももう気にしなくていいかっていう風になってきましたけど、もうどっちでもないよ、私は、みたいな。やっぱね、若い頃は一応ね、女性として生まれておりますね。なんかの間違いのように女性として生まれておりますんで、多少なりとも恥じらいはあったんですけど、でもよくよく考えると、若い頃のそういう恥じらいって男性でもありますわな。おしゃれとかそういうのに対しても、そう考えるとなんか、ああ別にいいか悩む必要ないか、まあ本当ジェンダーについて悩んでる方にしてみると、私の場合まあちょっとかなり特殊なんで軽く考えられるけど、そうじゃない人もいるんでしょうからね軽くは言いませんけど、まあ年にはもう、何も言うことなく勝てませんので、仕方ない、もう我慢するわけにはいかないって。だいたい喋る前にオレンジスカッシュを思い切り飲むのが間違いですよね。昨日コロナワクチン打って熱が8度ほどありますんで、もう水分を取りたくてしょうがないんで、思わずガブ飲みしちゃったんです。ではでは始めていきましょう、物探しからエニグマティスの2になると、もっとミニゲームが増えたりして今の形にちょっと近くなるんですけど、あれだったらもうこのまま続けてエニグマティスの2の方に行こうかなと思うんですよね。敵は同じ牧師だったと思うんで、つながりもありますしね。テニスボール、チェス盤、拡大鏡、鍵、懐中電灯、バール、すり鉢、蛇口、上後、アヒル、パイプ、靴。テニスボールね。これテニスボールって思っててね、色が思いっきり違ったりするんですよね。これって、あ、これだ。そのままの色だった。チェス盤。アヒル。アヒル、どこにアヒルがあるんだ。拡大鏡って、ということで、私は今ちょっと8度ほど熱がある状態でゲームやっております。熱があってもゲームはできる。我ながら根性である。好きなんすよね。やめられるわけないじゃん、みたいな。熱があるぐらいでは。本当はもうね、確かに良くないんですけど、熱出ると、ほら、仕事とか休まないといけないじゃないですか。熱出ても仕事出てて、インフルエンザを会社中にばらまいたという。もうなんか、元は上司が子供からもらってきたのが私に移ったはずっていうことなんであれですけど、ねえ、もう当時ほらマスクするとかそういう今みたいなあの感じがないで、なんか熱っぽいなまあいっか、仕事忙しいし休めないしとか思って、でもあんまり熱が高くなってきたんで、あ、これいかんなと病院に行ったら医者から思いっきり怒られました
それでもない、タミフルが足りてないって、もうそういう時のインフルエンザだったんで、あんたみたいなやつにタミフル出すのがもったいないとか言まで言われて、怒られて、とりあえずそれからは熱が、まあ、高熱が出たら仕事には行かないようにしてたんですけど、まあ仕事に当の本人きつくないんで仕事は休むけど、なんか遊んでる、ゲームして遊んでるっていうことが多かったですね。熱が出た日はゲームをする日だ。ね、仕事してるとなかなかゲームってね、本格的にできないからですね。一日かけてやっぱやりたいとかいうのもあるし、その頃はなこのゲームはなかったんで、普通に何やってたかな、あの頃ゲーム。まあソーシャルネットワークのゲームとかが多かったと思いますね。農場作ったりとか、ゲームでもなんかこう農家のようなことをするのは好きみたいなんで、で結構人と助け合ったりとかしてるやつもありましたけど、あの頃からあの海外の、元が海外っていうのが多いので、ありがとうっていう感謝の言葉がこうメッセージで送られてくるんですけど、まあ、英語がいいんですよ。英語はまだわかる。ロシア語とか来た時には一生懸命ロシア語調べましたもんね。そんなのやってた頃もあったなーとか。ところで靴見つからないんですけど、どうしてでしょう。なんか私喋ってるとこ全部カットしそう。これボクシンググローブあった。やっと見つけた。別に熱のせいじゃないとは言いたいけど、やっぱりちょっと動き鈍いかな。これ切る道具はまだないのかな。ないな。ということは農家へ行って多分ここで物探しが始まるだろうなとは思ったんだよね。まあここでも始まってる。ここ座ろうかな。記憶に新しいし。おもちゃの車、フレスビー、野球帽、雑誌、肘掛け椅子、ゴンドラ、タバコ、羽、操縦ハンドル、燃料缶、パンツ?カマ。カマ。あ、燃料缶。カマ。雑誌。あ、車。雑誌。操縦ハンドル、ステアリングホイール。タバコ。パンツ。パンツ。これ、ここら辺?違うか。羽?羽ね。お!なんかあまり綺麗なパンツじゃなかったな。なんか、ちょっと触りたくないようなもんだったね。操縦ハンドルって。ステアリングホイールだよな。あの車。ハンドルもついてなかったのかな。フリスビー。またあった、ステアリングホイール。フリスビー、これがフリスビーだろう。ゴンドラ、ゴンドラはこれかな。取れて、これゴンドラショー。羽、たまに反応が鈍い時があってね、運よく取れてたはずなのにっていう時もありますよね。羽、羽あった、羽。よっしゃ、よいしょ。ここで何が取れるのかな。燃料缶。あ、ここでチェーンソーを変えられる。よいしょ。でボルトで止めて、よいしょ。で、次は車のところに行く。あ、こっちの
はい、手にはめるもの、手にはめるもの好きだね。ブーメラン、ベルト、財布、ラグボルト、鍋つかみ。鍋つかみも手にはめるものだよ。そこは別なんだ。額縁、ハケ、サングラス、カップ、羽、また羽だ。M、M、鍋つかみ、ベルト。ベルトはどっちのベルトでしょう。チャンピオンベルトかな。ラグボルト、サングラス、これベルト、財布、財布。もうここまでごちゃごちゃしてくると財布を見つけるのも一苦労。財布とかなんかすぐ目つきそうな気がするんですけどね。私だけかな。開いて、ここは開かない。手にはめるもの、ブーメラン。あ、手にはめるもの、地球儀が、だけどパイプ、あ、違うんだな。よいしょ。あ、財布あった。ハケ、額縁、タイヤあるぞ、タイヤ。カップ、カップ、羽、 M、 M、 これ用なしだな。額縁、あぶ、あ、ブーメラン取れた。額縁、ブーメラン、ブーメラン。羽、 M、 サングラスがあった。ラグボルトあった。ラグボルトあった。あ、 M あった。あ、取れた、よかった。ラグボルト、オッケー。あ、このタイヤを取るんだ。ジャッキー、違う、こっち。よいしょ。ジャッキハンドルで、タイヤを取って、タイヤ取る、取る。え？そうでしょ。なっ、本当の錆がひどすぎる。油がある。オッケー。で、これで取って。これ1個しか止めて、はめてないわけ。それでよく走ってたね。なんだこれは。あ、ジャッキ。そりゃこっちにもジャッキがいるよな。タイヤをつけるためのジャッキ。よし。あ、給油口。燃料缶。燃料缶。おほー、燃料入ってたんだ。よかったね。蓋閉めて、閉めて。ちょっとタイヤ。ジャッキで上げて、上げて、タイヤをつけて、ラグボルトで、閉めて、めんどくさいな。二箇所でいいの？二箇所でいいの？こういう時だけ楽しようとするよね。で、鍵。3つのタイヤのトラックじゃどこにも行けないわ。おや？あ、ジャッキ取らないとダメか。あ、はい。はい、行きまーす。あー、どうにかしなきゃ。そうだよね。これのために、チェーンソーがあるんだ。さて、これでケイトとあの青年を助けられるか。ケイトはいるけど青年がいないぞ。My
not here. Don't worry. He'll be here any minute. Where is he? Where's my boyfriend?青年、名前は知らんが、あの青年を探さなきゃいけないのか。おお、どこ行った？またまたこっちに呼び寄せられて行ってないだろうね。何や、あっちちゃんしかおらんかった。そう、あ、ハミルトンさんのところから向かってるはずなんだよね。青年、なぜ青年を探す羽目になっているんだ。ここら辺からなんか、あ、ちなみにこれエミリーね。エミリーここにいるからね。ハミルトンさん、これまだエミリー生きてると思ってんのかな。この足跡は私のものじゃないわ、多分ハミルトンさんのだよ。旅はしてみるものの何もないよね。多分農場に戻ったところで、これ切るのどうにかしなきゃいけないんだが、あ、まだやることがあった。それで青年が戻ってないんだ。これだな。おや、はい、おもちゃの兵隊。はい、ん、あ、ここか。お、ナイフ取れた。で、ナイフではしごを取っていくんだな。縄はしご、熱いなー。うん、今日ってこんなに暑いのかな。よいしょ。お、縄ばしご取れました。で、どこに行くの。え、な、大体縄ばしごが必要なところとか知らんね。これが釣り竿で取れるんじゃないか。これを取ることで、ああ、やったー。The murder weapon. It's gone. ああ。Stolen. Hamilton? ハミルトンだろうな。まだもう一ついるんだ。さあ、次はどこかな。はしご、斧、はしごがいる場所。ああ、こんなところに物探しが。よっしゃ、チェスのキング、ダイヤの宝石、ダイヤの宝石、飾り房、ハト、手にはめるもの、好きだな手にはめるもの、三つ葉マーク、ルビー、カマ、金属のくさび、清水ハケ、清水ハケ、よくわかんない、指輪、馬、指輪、ルビー、飾り房、よくわからんもんが2つほど立て続けに取れた。カマ、どこにあったん。カマ、鉛筆とか、三つ葉のマーク、手にはめるもの、三つ葉のマーク、お、金属のくさび、
タッセル、あ、タッセルあった。ハト。ハト。チェスのキング。キング、チェスのキング。チェスとか全然わかんないんで、例えばミニゲームにね、チェスが出てきたりすると、チェスのルールが全くわかんないから全然できないっていうね、情けない羽目になります。手にはめるもの。できるようにならないのか。まだあと2個足りないんだ。あ、ここだ。斧だ。よいしょ。もう一回叩けば壊れる。よし。なんじゃこれは、食材？お、もう一回斧で、こっちも。こっちも。2枚出てこい。1枚しか出てこん。やっぱり。そう。食材。そういえばこっちのロケーション開いてたよな。こっちに何か忘れてる。ああ、桃探し。あ、これだ。これを。お、開いたー。なんでこりゃー。アスモダイの角。物探し。金属のくさび。ここで見つかるのか。バイオリン、オメガ、ハート、金属、金属じゃない。王様の、やっぱ熱あるんだな。王様を金属って読める。あ、金属のくさびは上か。ヘルメット。砂時計、バラ、女性シンボル、手紙、メガネ、笛。やっぱり私でも多少は熱の影響があるのか。はい、女性のシンボル、砂時計、バイオリン、オメガ、オメガ、バラ、バラ、これ水仙、笛、ヘルメット、あ、バラあった。あ、ヘルメット、ハート、笛、メガネ、手紙。手紙ってエンベロープでしょうか、それともレターでしょうか。手紙ねー。あ、これ取り損ねてた。ハート見っけ。手紙が全然出てこねえ。どういうこと？普通に紙だろ？紙、紙。こういう紙。手紙ね。あった。あ、終わった。くさびだ。もうくさびのところに行くぞ。あれ、ミニゲームじゃないのかな、もしかして。じいちゃん、こんにちは。これだね。これだね。あー、ミニゲームっぽい。何気に始める。
ケー、しめじが気になる。オッケー、おお、残りだ。ルーンの暗号が見つかりました。新たな結論を導き出す。よいしょ。ルーンが書かれた紙切れ。金のスケッチに書かれていたものと似ている。重要な暗号かもしれない。紙切れの他の部分を見つけるまではわからない。これで3枚。紙切れが揃った。このシンボルは丘の上の、岩で見かけたもの。ルーンの下にある数字が鍵になっているのかもしれない。でもどうやって使えばいいのかわかんないね。ただ数字を入れればいいっていうだけじゃないのかな。よし。では、あれ、青年はまだ見つかってないね。青年も見つかってないけど、まあいいや。まあ、岩のところへ行こう。ということで、なんとなく前に進んだようにあるので、今日はこの辺りで終わろうと思います。次回ぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですけど、どうかな。これボーナス賞なかったような気がするんですよね。まあ、短い動画になるかもしれないけど、まあいいかということで。それではまた。